6月11日金曜日の全国の天気をお伝えします。東日本から北日本を中心に強い日差しが届きそうです。西日本では傘の出番となります。それでは予想天気図です。移動性高気圧に覆われるため晴れるところが多くなります。一方で西日本ですが、東シナ海から梅雨前線が接近してきます。このため天気は下り坂となりそうです。また沖縄、那覇なども湿った空気の影響で雨が降りやすくなります。それでは詳しい天気の分布予想です。北海道から近畿にかけては朝から晴れて雨の心配はありません。日中は強い日差しが届くため、しっかりと紫外線対策を行ってください。一方で九州や中国、四国地方、朝から雲が多く、だんだんと雨が降り出します。中国、四国地方の東側の地域では夜になると傘の出番となりそうです。帰り道のために雨具があると安心です。また気温も晴れる地域ほど高くなりそうです。熱中症対策をしっかり行ってください。以上、全国の金曜日のお天気でした。